皆さんこんにちは。今日は石川県にある工作機械メーカーの高松機械工業旭工場に来ています。2022年4月に稼働を開始した新社屋にお邪魔します。高松機械工業株式会社は1948年に繊維機械の下請け部品メーカーとして創業しました。現在は工作機械の一つである CNC 旋盤の製造をメインに事業を展開しています。ここ旭工場は本社工場から 1.8 キロ車で5分ほどの場所にあります。こんにちは。こんにちは。ここからは私がご案内いたします。よろしくお願いします。本日はお越しいただきありがとうございます。早速フロアのご説明をさせていただくんですけども、こちらがエントランスになります。開放感のある吹き抜けには多くの木材が使われ、温かみのある空間になっております。受付の壁は現代の名工平野仁九郎様の鑑賞となっております。またこちらの壁は弊社の会長と社長の共同作業としてデザインの仕上げを行いました。木のぬくもりがあって綺麗なエントランスですね。そうですね、ありがとうございます。では次は応接室をご案内します。はい、お願いします。ちなみに各部屋にはモニターやウェブ会議備品が取り揃えられているんですよ。へー、ちょっと気になったんですが、はい、この応接室の名前星座になってますよね。そうなんです。12の応接室には12星座の呼称を採用しております。インテリアも部屋ごとに異なり、椅子には加賀五彩といわれる加賀友禅で用いられる金沢の伝統的な色を使用しています。トイレの壁にもこの加賀五彩が使われているので、そちらもチェックしてみてください。こちらは弊社の製品で加工したものを一部展示しております。へー、遊び心も感じられますね。そうですね。これからご案内する工場は延べ床面積1万2000平方メートルあり、総売上高300億企業を目指した中枢となる生産拠点です。無線 LAN を標準とし、場所と時間を選ばない作業環境を提供しております。そして SDGs の観点から環境に配慮した構造となっています。製水を利用した先進的な省エネルギーシステム、プレクール・プレヒートシステムを導入することで、工場内の作業環境の向上を図り、年間350メガワットアワーの省エネルギー効果が得られます。温度・湿度が一定に管理された製造ラインからは、さらに高品質な製品が生み出されることとなります。地下水を使っているんですか？省エネで環境にも優しい工場なんですね。そうなんです。その他にも旭工場と本社間の移動は二酸化炭素を排出しない小型の電気自動車 C ポットを導入しております。知ってますよ。小型で可愛いエコカーですよね。そうですね、便利なんですよ、うん、では次は工場の中をご案内いたします、はい、ここから先は安全帽の着用をお願いいたします、はい、では行きます。はい、お願いします。広いですね。そうです。工場環境もすごくいいんですよ。冷暖房も完備ですか？そうです。涼しい。いいですね。作業者からすると、まあ、こんなにいい環境ってないと思います。いいですね、はい、快適ですね。こちら弊社6つ目の生産拠点となる旭工場では、主にお客様のニーズに対応したカスタマイズされた製品の組み立て最終調整を行っております。具体的にはローダーの組み付け、チャック、周辺装置、切削工具の組み付けなどをこちらで行っております。高松機械では旋盤だけでなく、ロボットハンドや周辺装置も設計・生産できるという強みを持っています。お客様の作りたい部品と生産量から最適なシステムを提案でき、最初から生産ラインとしてお客様の工場にお届けすることができます。こちらたくさんの機械が並んでいますが、何をする機械なんですか？そうですね、こちらにはテストカットをするための製品を取り揃えております。お客様のご要望に応じた機種でテストすることで、その能力を実感でき、
ご購入前に精度を確認することが可能です。最新機種などを取り揃えておりますので、実機にてサイズ感を直に確認することができます。実際に確かめることができるのは安心ですね。そうですね、お客様からも安心だと思います。こちらの組み付けレーンでは、機種や仕様によってレーンを分けて製造を行っています。1レーンでは6インチの小型機械、2レーンでは2スピンドル機と連結機、3レーンでは大型機と連結機の組み付けをメインとしております。2レーン、3レーンは幅を14メートルと広く設けております。どうですかね、匂い騒音気になりますか？全然気にならないです。ありがとうございます。空調管理がしっかりされてますので、作業者からは快適な作業空間でご好評いただいております。見えてきましたね。あ、こちらですか。これです。弊社では提携している海外メーカーの全製品の輸入、販売、サービス対応も行っております。そこでこちらには海外の関連会社の製品の実機も展示しております。なるほど、海外メーカーの製品も見られるんですね。そうですね、小朝日工場ならではだと思います。では次はこちらの精密測定室をご案内させていただきます。はい、お願いします。こちらは品質保証部が管理しております精密測定室です。ガラスの奥の部屋は24時間一定温度湿度に保たれ、測定精度を保つために埃のない状態です。常にクリーンな状態を保たれているんですね。そうですね、非常にいい作業環境だと思います。製品の製造後、お客様からお預かりしたワークを実際に切削し、こちらで精度測定を行います。そのデータをお客様にご覧いただいた上で製品を納入しております。また製品に取り付ける部品の中にも精度を要するものがありますので、そういった部品の測定もこちらで行っております。次は2階の営業フロアをご案内します。はい、じゃあどうぞ。ありがとうございます。皆さんお仕事されてますね。こちらの営業部オフィスはフリーアドレスとなっています。座席は固定ではなく、その日の仕事に合わせた場所を選べるので作業効率もアップします。いろんな場所に席がありますね。そうなんです、いろいろなミーティングスペースがあり、いつでも気楽にミーティングできることもポイントです。では次は食堂へご案内します。はい、わー、楽しみです。かわいい、オレンジですか？そうです、うちのオレンジ、まあ、イメージカラーのオレンジを、オレンジキッチンになってます。オレンジキッチン、どんな食堂ですか？いわゆる社員食堂のイメージとは異なる、ちょっとおしゃれな空間になっています。美味しい、健康、楽しいが揃ったランチタイムを過ごせます。こちらが日替わりランチですね。わー、どれも美味しそうですね。そうなんです、美味しいだけじゃなくて価格もリーズナブルなのも魅力的になっています。ちなみにこちらの食事は弊社のユーザー様にもご利用いただいております。日替わりランチ、カレーや丼物、麺類など毎日バラエティに富んだ温かいメニューを提供しています。カロリーや塩分なども計算され、従業員の健康をしっかり守れるように配慮しています。オレンジキッチンの先には展望デッキもあります。天気が良い日にはここから日本三霊山の一つ白山の山々を見ることができます。朝日工場をぐるっとご紹介しましたが、いかがでしたか？はい、工場もオフィスもとても綺麗で、 SDGs を意識した人にも環境にも優しい工場だなと感じました。本日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆様いかがでしたか？製造の現場でもオフィスでも働く人々にとって優しい環境が整えられていて、驚きとともに感動しました。こういった環境から高品質、高精度な製品が作られているんだなと感じました。
高松機械の製品について詳しくはウェブサイトに掲載しております。ぜひチェックしてみてください。